さん、こんにちは。こんにちは。まず今回も主催してくださった関係者、それから今日参加してくださっている方々に対して心から敬意を表したいと思います。毎日テレビの前で釘付けになって、そして日本の国旗が上がるたびに本当に感激極まるような気持ちを表す日本人を見ていると、いや、日本にも愛国主義者、そして普通の国民がいっぱいいるんだなと思います。しかしその同じ日本人が日頃自分たちの国に対して、例えば今回8月7日9日新聞と新聞の一面にオリンピックのことを出ています。オリンピックは確かに重要だと思います。だけどあれは4年に1回あるんです。そしてあそこに参加できるのは国があるから、国旗を持って国を代表して参加できるわけです。その国がもっと大切だと思うんです、基本だと思うんです。なのに日本の新聞には第一面にオリンピック出て、第二ところあたりに少し地方の選挙の知事のこと出て、そして領土の問題は3面記事に出てるんです。これは異常だと思います。普通の国ではないだと思います。その原因はどこにあるか、それは全てやはり残念ですが日本が先の戦争に負け、そして7年間アメリカの占領支配を受け、そして今の憲法を押し付けられたところにあるのではないかと私は思います。今の中国の態度はもう日本は何もできないということは分かってるから舐めてるんです。そして日本の国会議員にしても、今回例えば尖閣諸島周辺に何百隻という武装した偽造の漁船が来ても、それに対する批判する、抗議する国会の決議すらないというのは本当に異常ではないかと思います。例えばヨーロッパの議会とかアメリカの議会なんかは他の国々のそういう問題に対しても何が正しいかということに対しては必ず国会議員が先頭に立って決議を発表しております。日本では宮古島だけ、まあ、市議会のレベルでしかやっておりません。これは本来であれば国会議員の仕事だと思います。ですから私はせっかく日本の国民の一人として今参議院衆議院両議会において憲法を改正できる環境にあるときに、一日も早く憲法を改正し、そして中国やその他の国に対しても日本は普通の国としていざというときには自分の国を守る姿勢、それを示すことが大事だと思います。今日は他の方々もたくさん見えていますので、短くしか話すことできませんけれども、重ね重ね申し上げたいことは、国会で憲法改正できるチャンスというのはそんなにないかもしれません。今せっかく国民がそのような環境を与えているときにここでやらなければならないということと、もう一つはベトナム、あるいはフィリピン、あるいは南沙諸島、あるいは東海、南世界においてもですね、他の国々は多分精一杯抗議もしてるし、そして先ほど三島さんがおっしゃったように小さくても国としての態度をはっきり示しております。日本がそういうことできないのはやはり何といっても憲法の問題だと私は思います。日本の手かせ足かせとなっているこの憲法、一日も早く改正し、そして先ほどからここに遊んでいる可愛い子、こういう人たちが未来あるような世界を作ることが大切だと思います。残念ながら中国の場合には今ちょうどアメリカとインドと日本が合同演習をやったということ、その時期に合わせてもう一つは都知事選、それからオリンピックというそういう注意を
の子が育っている時にああいうふうにやっているということ、そういうことも含めて私たちも戦略的に発行しなければならないと思います、次に帰って待っている人がいますので、改めて皆さんに心から敬意を表して、で日本が一日も早く正常な国、あのオリンピックの時に湧き上がってくる日本人としての意識、その意識が国を守るというためにも同じように持てるような国になることを心から祈って、私の簡単な挨拶を返させていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。桐蔭横浜大学大学教授、チベット文化研究所名誉所長、本当にチベットそして日本のために戦い続けてくれております、デマ・ギャルポさんでした。ありがとうございました。